ジェップ製の大ゲージ列車ジェップはかつてフランスに存在した玩具、模型のブランドである。1920年に登場したブリキ工業会社の玩具、模型ブランドでブリキ製のミニカー、鉄道模型、模型航空機、船舶模型、モデルガン、人形などが展開されていた。会社と工場はパリ東部モントルイユに所在した。 ジェップの名前は1902年に創業したパリガング社の社名を略したものであった。1968年に会社が倒産した。1909年にブリキ工業会社が設立され、ブランド名は1920年から使用が開始された。1925年に大刑事鉄道模型のトレーンミニョンを発売し、1949年まで生産された。 1928年から1930年代にかけて印刷されたブリキー板をプレスして作られた1、18スケールのミニカーが最も多く生産された。1930年にオーゲージ鉄道模型が発売され、1963年まで生産された。1952年にはザ・マック合金を使用したオーゲージ鉄道模型の生産が開始された。 1950年代半ばからメカノのディンキーに習って1、43スケールのミニカーに参入した。1960年代に入ると、ジュエフなどの他社製品と比べて、ジェップ製品は見劣りするようになり、また原材料の調達が困難になったことから1964年に工場が閉鎖され、1965年にすべての製品が終了した。 1930年代に1、18スケールで、1950年代に1、43スケールで展開されていた。製品はブリキ製で、窓はプレスで抜かれていた。1950年代の製品では、一部プラスチックの部品が使用されていた。動力は全イ式とフリクション式の2種類があった。大ゲージは交流。 直流2 0トの参戦式が採用されていた。発売当時は、ドイツ製のオーゲージ製品に匹敵する出来栄えであった。オーゲージ高級品シリーズとして、北部鉄道のフレッシュドール号や、三両連結の高速機動車と線路一周分を収めたセットが発売された。他にも、駅や、建物、信号機などが発売された。 それらのセットは1960年代まではクリスマスシーズンのデパートのガング売り場での常連であった。方ーゲージは1952年の発売当初はプラスチック枕木に鉄製レールの線路を使用し交流20ボルト3000式であった。1953年まではオーゲージ表記であったが、1954年から方ーゲージ表記に変更されている。 モントルイユの歴史ソシエテ10でパリハットジェップ1953年カタログハットジェップ1954年カタログありがとうございます